危機感情。まあそうですか。違いますもんね。ウィンターはなんか流用っぽいですよね、当時の。セドリック。じゃあ全部一品物みたいなもんですよね。昭和記念公園に1台飾ってる、はい、常設で飾ってるらしいです。ただこんな感じで10年まで使ってたらね、ただタイヤ、ケネレッカすると思うんで、変えてると思うんですよ、でこれ確か、このサイズ専用って聞いたことあるんで、このタイヤっていうのと何十年とっちゃって響いちゃうな、うん、そうですね、はい。記念公園に行ったんだよね。これ、あと確かのさ、記念公園、昭和記念。
五人にね、一人五分取れてくるわけ。あ、はいはいはい。消防犬も。昨日から始まっただけなんで。ええ。あの急遽、昨日入院のニュースでやったんで、はい、来てよかったです。どっちだった？カブト富士なんですよ。外の鉄板なんかも職人が手で叩いて作ったみたいな感じなんですかね。どうなんでしょう、そこまでは。でも、テレビ機会いましたね。あ、うん、ちょっと僕らも全然そこはわからないんで。確かなんか、うん、で結構皆さん言うのが車高が高いね。確かに。普通の乗用車ででかいって言って5メーターですからね。あ、そうそう、これ全長って何くらい？ 6.6 まあ、マイクロバスのちょっと短い。